始まってってね、うん、吉本のね、そう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 、そっからこう協賛のところが増えて、うん、すごいですよね。ねえ、うん、まあ沖縄県にね、うん、あの経済効果もそうですけど、うんうんうん、やっぱ協賛会社ね、うん、としてももうアジアのアジア国内そうだけど、うんうん、世界のねもう何十カ国にも配信されてるから、うん、その広告効果っていうのは、うん、もうその何十倍ぐらいだろうって言ってたね。うん、うん、そのぐらい育ってきてるっていうかね、うん、定着して、うん、最初の頃だってそんなにね海外の映画のなんちゅうの、出演っていうかはい、あれも少なかったんだけど、うん、そうですよね、なんか初めの時はね、うんうんうん、どんどんこう増えてきてね、うん、出展作品っていうのかな、それがもうアジアにどんどん広がってきて、うん、拡大していってるのが毎回ね本当に目に見えるっていうか、うん、でまた、本当に茶壇とか宜野湾だけでやってたのが、うん、もう島全部でね大きな祭ってことで、うんね、もうねすごいよね、各ね市町村のこう応援団のさ、はい、この旗みんな旗持って、はい、PR してたけど、うん、なんかこんなにいらっしゃるんだなって、いや、ね、実はもっとたくさんいるんだけど、うんうん、会場がやっぱりね、会場だから入りきれないから、本当に団長とかね、うん、代表だけ来てたけど、うん、もうすごい全県に広がってるんだね、離島まで、うん、ね、そうそう、宮古、あ、宮古も来てましたね、すごい盛り上がりですね、応援団がないその市町村を探すのが難しいぐらいまでも来てて、県内にも各応援団がねできてるから、うんうんうん、すごいよね、もう人の力って、もうね、朝と重信さんがね頑張って、ね、応援団どんどん作っていって広がってきて盛り上がってきてるけどね、うん、また来年のね第9回目が本当に楽しみだなっていう、うん、毎回ねあっと驚く取材をね、うん、出してくるんだよね吉本さんって、だから来年はねどういうものがねまた展開されるかなって、うん、非常に楽しみですね、楽しみだね、やっぱお笑いって大事だよね、はい、お笑い大事ですよ、大事だよね、笑い大事ですよね、本当めっちゃ大事と思います、うん、もう健康になるしね、がん予防です、がん予防、そうなんか笑ってる時っていろんなこと忘れられるじゃないですか、そうですよ ね、笑ってる時ってお腹空いてることすら忘れますね本当にだよね、うん、ダイエットになります、あそう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 、まあね、巷では、うん、なんかいろいろね、うん、ポケモン GO とかって、ね、最近あれどうなんですかね、だって先週の放送の段階でね、なかったもんね、まあアメリカではそうですね、うん、アメリカではもうめっちゃ流行ってて、そういうニュースはあったっけ、うん、先週でも、うん、はい、とうとうね来ちゃいましたね、日本にも来て、ね、なんかはっきり言って俺全然興味ないんだけど全然興味ないですねなんかこの辺なんか携帯持ちながら歩いてる人見たらあれポケモン GO だなって普通に思いますから、ね、待ってよ、ごめん素朴な質問していい、ポケモン GO って出ました、そもそも何出ました、一応検索してください、わかりました、あれなんかスマホ出せないらしいです、じゃあこの場は知ってる、ニュースになってるのも知ってる、あ知ってるでしょ、あびっくりした、だけど何をしてるの、あれあれはなんかゲームなんですよね、この道に歩きながらなんだろう、モンスターを見つけるんですよ、あじゃあここにもいるってこと、そうそうそう、もしかしたら、いきなり入ってくるかもしれないです、ここにモンスターいたんで来ちゃいましたみたいな人が来るかもしれないです、でもね、うん、あれは多分法規制来るね、日本の場合はうーん、ね、いろんな事故とかさ、うん、事件とか起きたら、危ないですよね、うん、本当に、まあ、だって歩きスマホもやめましょうって言ってるのにさ、あれは究極の歩きスマホでさ、ね、やれよって言ってるようなもんですからね、もうすでにひったくりとかね、いろんな被害が起きてるわけよ、車に轢かれたとか、うんうん、子供が道に飛び出しちゃったとか ね、この捕まえるためにそうなの、はい、だからいろんなも被害がもうたったね数日の間でもうかなり出てるからさ、ね、これはどうなんですかね、これね、ちょっと規制かかりそうな雰囲気だね、まあ、なかなかやってる時間もないから僕ら、そうね、興味がない自分もそういうのあえてやらないです、そういうの
まあ、興味がないサンデーが今日お送りするということで、はい、もうポケモンの話は多分これで終わりだと思う。じゃんじゃんって。まあ今日はね、せっかくユミさんが来てくれてるんで、ね、やっぱりこう、はい、ビューティーに関する話題もね、はい、ね、入れながら、ね、お送りしたいなと思ってますんで、はい、よろしくお願いします。まあ、CM ね、一旦行きます。まあ、この番組は、オーシャンビューネイルカフェの、ココでビアガーデン B サイドの提供でお送りいたします。内容がよく分かってなかった。そうそう、いろいろ告知事もね、いくつかあるんだけど、告知ゆみさんの方は何か告知とか、うん、今のところはないない。プロスクールを6月から始めて。おで、プロスクールって何ですか？メイクのプロスクール。あ、を開講っていうかするんですか？そうそうそう。へー。6月にしたわけで、10月に1期生、今0期生で、10月にも1期生募集して、2月に2期生募集して、13人の生徒を育てて、私は終了。へー、これ沖縄でやってるんですよね。うん、へー、すごい。でも教会ビジネスみたいな感じで、ディプロも発行して、授業だけ受けさせて、うん、はい、仕事したらいいさが嫌なんですよ。うんうんうん、だから責任持って、もう最後まで。私は13人を育てたら、この13人が仕事に就けるように、今度私が仕事を取ってくるみたいな。なぜ13人なんですか？本当は12人、はい、なんとなく12人がいいなと思ってたけど、今はもう5人いるわけ、はい、ゼロ期生が、うん、で1期生2期生で4人4人で。あ、そういうことか。アイモデルとか、うん、でもう企業にね、メイクの大切さを浸透させていきたくて、うんうん、企業メイクとか、うんうん、そういうのも話した方がいいですね。マナーとしての、うん、聞きたい。そうだよね、うん、接客業とかね、絶対、まあ、男性も含めてね、うん、身だしなみ、うん、自分内地にいる時に言われましたもん。お前化粧ぐらいしろ、礼儀だよ、仕事だよ。あ、すいませんすいませんでした言われたことがありますね、一度。まあ、事務職でもね、うん、ある程度必要だよね、うん、やっぱりメンズのやる気をね、そうそうからさ、絶対変わるって。変わるよね、雰囲気が変われば本当に、ね、職場も明るくなるし、小綺麗に、別にバッチリメイクしなさいって言ってるわけじゃなくて、うん、小綺麗に自分に意識を向けてる人がいて、うん、確かに背筋も変わる。そうそうそう、うん、確かにやるとさ、もう会社に帰ってくるのも楽しみになるでしょ、うん、なんかなんかメンズ、そうなんだ、ね、そうなんだ、ね、気分変わりますよね。変わると思うんだよね。そしたらそんな人がさ、いってらっしゃい、今日も頑張ってきてって言ったら、よし頑張ってくれみたいな、頑張りますねって言って営業とか行ってさ、頑張ります、ね、そうそのテンションで行けばさ、違う、っていうので、マナー研修の一環としてぜひメイクを入れてほしいっていうのがあって。いいです ね、 ね、企業さんにこう私が行きたいなって思ってて、うん、そういうのも話した方がいいですね。うわ、本当にいい感じに、本当寝ちゃいけるよ ね、 ね、この時間で、この時間やね、はい、前自分ワンピースだった時が、うん、後で来てますもん。焼けてた焼けました、この時間で、この時間で。そうだ、焼ける、もう分かるもんだって、こうやって見てて、うん、あの1時間で焼けましたねあんな高いんだよね、まだね、まだ高いね、うん、ねえ、はい、このために上げてきてくれるんだね、機材を。はい、はい、ね、はい、このビアガーデン B サイドからの、うん、あれはまあ、ユミさん初めてなんだけど、初めて
もう来た瞬間興奮してたけど、ね、もう見てて泊りすぎたいとかって言ったけど、すいません、ここにコンテナ持ってきて住んでいいですかみたいな。本当いいですよね。住みだ、あのプレハブでいいです。あれトイレ、あれトイレ、トイレ、あれトイレ。そのぐらいね、長めいいしね。住みたい、本当に最高ですね。あの遮るものがなくて、この低いじゃない建物がね、こっちは、だからずっと見晴らしがいいから、すごいね、本当にすごい。西日はね強いですけどね、今はね、もうあと、3、40分、まあ、番組が終わる頃にはねだいぶもうまた沈んでるし、ね、この東シナ海のね夕日っていうのが綺麗だよね、やっぱりね沖縄はね。私夜景も綺麗ですよね、夜景も綺麗だし、チャタンも見えるし、先週のチャタンシーポートカーニバル、花火とか、花火すごかったんじゃないですか、オーナー。ああすごかった。もうバッチリ。もう大騒ぎ。満席状態だったね。ねえだよね、やっぱり。100人超えてた。そうそう、こう100人以上入るから、ね。あ、そうなんだ。そうなんだ。だってすごい、チャタンシーポートカーニバルなんかもう、もろにいいじゃん、この場所。ですよね。最高のロケーションだよ。やばいな。ここライブとかもできるんですか。ライブもね、たまにやったりするんですよ。そうそうそう。いいね、いいよね。やっぱり住みたいです。住んでいいですか、ここにコンテナ持ってきて。最高ですよ、本当に。ね、これチャタンシーポートカーニバルの花火が見えても料金変わらないんでしょ。変わらないんだよ、やっぱり、ね、いやだってもう、ね、そんなのあるの。特等席じゃん、こっち、ね、最高の場所だ。まあまあ、まあ、水上花火から全部こう綺麗に見えるからさ。そっか、残念、もうちょっと早く分かってれば。ね、絶対綺麗ですよ。だってみーちゃん、ここね、レディースセットがあって、レディースのね、これ4人集まったら2580円で、3時間半飲み放題で、3時間半で料理も8品出る。へー、最高。まあ男性でも4人以上集まれば2980円で、あんま可愛い。なんでレキさん自分に男性料金しか教えてくれなかったんですか。え、自分女性料金今知りましたよ。あのね、あ、いや女性だけ、女性だけ4人いたらね、はい、だから混ざってたらあの、はい、レディースにならない。あ、そっかそっか、そう、あ、そういうこと。うん、なるほど、そうなんだよ、はい、だからまあでもね、2580円と2980円、安いよね、もうほとんどこのセットだから、僕もモアイでもう夏場もここ、結構利用してますよね。利用してるね、かなり頻度高いね。あれリキさんの家です、あれ、あのプレハブ。じゃあ一緒に住むよ。ここに住んでるのと言われるくらいね、もうあれなんだよね。私も一緒に住まわせてください。いいですね。Bサイドの告知のね、ついでに、ここのあの姉妹店が普天間にあってね、あのバーモンタナで、もうねかなり老舗で古いんだけど、もう二十何年なんですかね、26年になる、もう本当にあのなんか重厚なねバー、昔懐かしいバー、カウンターがあってね、バーってボトルがたくさん並んでて、おしゃれなバーなんだけど、でそこであの毎週っていうかね、月1、第5金曜日だったかな、で第4、第3金曜日、今週の金曜日に、7月29日金曜日に、純と助の、お笑いライブがあって、純選手ってるじゃん、純選手と、これは新と助、の、お笑いライブがあって、7月29日金曜日19時半受付で20時開店ね、で、チケットが1000円、で、そこで飲むドリンクはまた別料金なんだけど、まあ、ライブ終わったらまた純選手も一緒に、なって飲んだりとかカラオケ歌ったりとかするみたいだからね、ぜひいいですね、はい、今週金曜日ですね、興味ある方は098-892-0876まで問い合わせねしてください、予約した方がいいですよね、これはね、結構これ人気あるみたいよ、巷で人からファンがいて、いいじゃんね、お笑いライブ見ながら、ね、一緒に飲むこともできて、そう、どうせ、ね、飲みに行くならこっち利用してね、いいと思います。早めにご予約を、お
話題ね、はい、うん、まあ、B サイズでもあの問い合わせ OK だと思いますんで、あ、電話来てるけどごめんなさい、ちょっと待ってください、ね、今放送中なんで放送中ねびっくりしたりくさい、今電話鳴ってるけどって普通に何がブルブルしてるかなと思ったんだけどね、ということで、あとね、まあ、いろいろね今スポンサーさんが、はい、増えてきてて嬉しいことに、素晴らしい、はい、でもう来月、もう来週からもう8月になりますけど ね、うん、はい、ね、来月からのジミーさんも、おー、はい、マジですか、はい、もうジミーさんもね、ぜひってことで、お中元キャンペーンをもう7月16日からもうスタートしてて、うん、8月の17日までってことなんで、うんうんうん、並んでました、並んでました、うん、ね、お中元の、へー、で対象商品を1万800円以上お買いごとに500円 の、うん、ジミーの商品券、ジミー全店で使えるやつですね、チキンが買えますね、うん、これを1枚プレゼントって詳しいそうそうそうで、まあ、対象商品っていうのはまあ、ベーカリー全商品とパン類とかショートケーキありますよね、うんうん、あ、パン類とかショートケーキ類は除く の、 ベーカリー全商品と、うん、あとスーパーお中元パンフレットギフトチラシ、プレミアムギフトチラシの搭載商品、掲載商品ですね、うん、を対象として、1万800円ごとに500円の、商品券がもらえるということですね。ただし空港店は除くってありますので、はい、空港店以外の全店で、はい、対象になってます。お中元キャンペーン、はい、7月16日から8月17日までのジミーのねキャンペーンです、うん、ぜひねご利用ください、はい、まあ、もうお中元シーズンだよね本当にね、うん、あちこち歩いてたらやっぱりエイサーの練習してるじゃん、あ、もうやってますね、やってる、家の近くで、はい、やって、もう血が騒ぎますね、あれ ね、 ね、何かな、最高ですよね、ワクワク感ですよ ね、 ね、 ね、分かる分かる、エイサーやってた、自分はなんかチョンダラしかやったことないんです、チョンダラなんだそうなんですよ、レディースのチョンダラはまた見たことない、私、はい、浴衣とか着たことないですもう常にチョンダラ、小学校の時からやるならチョンダラでした、はい、お母さん泣いてました自分で希望してやってるらしいからね、はい、希望して、はい、率先して変わってるよね、はい、素敵、見たい、じゃあ笑いも大事でしょ大事でしょ、大事、はい、自分名字が吉本なんで吉本地下なんで、ね、はい、それをちょっと血を、はい、え、ゆみちゃんはエイサーはないです、私出身が首里なのでエイサーがなかったわけ、 あれ首里ってエイサーないんですか、旗頭はあってエイサーないんだよ、へえ、旗頭だけ、那覇は少ないよね、うん、エイサーって言えばやっぱ中部沖縄市とかっていうイメージがね、那覇は道中ねとかそんなのもないんですよね、確か、そう、まあ、僕もうるま市だからね、エイサーはずっとあったから、うん、中学校からやってたしね、うんうんうん、中学高校で大学も内地だったけど、お盆時期帰ってくるじゃん、うんうんうん、だから太鼓取っとけよって言ってで帰ってきてエイサーやってパーランクですか、帰ると、いや、古太鼓、うんうん、でそれやってもうずっと身に染みてるじゃん、踊りとか、うん、あれがで、内地の福岡のね大学で、うん、沖縄県人会っていうのを100名ぐらいいたから、うん、でそこでエイサーやろうってことになって、うんうん、で誰かいるねって言ったら意外とずっとやってる人いなくてね、じゃあ僕が踊り教えるよってことで、はいはい、でテープとね、曲のテープと、うん、マガジンとかジャンプとかのこの漫画雑誌があるじゃん、はいはいはい、あれをガムテープで巻いて、うん、太鼓代わりにして、で木の枝でね、うんうん、棒の枯れして、うんうん、でこれで体育館で練習してたわけ、でやっぱこっちではね、衣装とか太鼓も使ってたから、うん、もうギリギリまで、この学園祭のね、大学の学園祭のギリギリまでそれで練習してて、うん、で衣装と太鼓とかはもう間に合うように送ってもらって、うんうん、でみんなでこれ着て、うん、で道十年からやって、うん、もう祭りで披露しますよってことで回って、うん、そしたらもう大盛況で、そうだよね、あれはね本当にもうみんな踊りも完璧でさ、うん、練習のねあれがもう出て本当に、うん、盛り上がって、うん、で守礼の門まで作ったんだよ、缶からすごい守礼の門も作って、うん、
みんなあの100名もいるから、うんうんうん、あのこの班は白いのもん作ろうねとか、この班はあのソーキそば作ろうねとか、うんうん、サータンダギ揚げる人とか、あのいろんな班に分かれて、あとは、まあ、内地の人も十数名ぐらいいたんだけど、その人たちはあの音響班とかね、カメラ撮影ビデオの記録班みたいな形で、うん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 、あのやって、で全体で100名ぐらいだったかな。でもすごい、あんなに、うん、ねえ、うん、そしたらあの近くのね、あの遊園地があるわけ、うん、その園長先生がたまたま見に来てて、うん、すごいってもう興奮して、うん、うちの園で踊ってくれねってなって、で衣装を太鼓返す日取りをちょっとずらして、はいはい、でどうせだったらあの青森の宣伝もしようかってことであの福岡にある青森の事務所があって、でそこに掛け合って、そしたらあの青森、ね、宣伝してくれるんだったらってこと で、うんうん、で売り上げのナンパもらえたりとかで提供してくれたりして、うんうんうん、でいろんななんやかんやであの売り上げ、まあ、サーダンダギーとかこの、ソーキそばも売るじゃん、うん、あのルートビアとかもいろいろ売って、はいはい、その売り上げが全部であの60万以上あったわけ。うん、これはあの 2回の打ち上げで全部、うん、そうですよね、そうですよね、結構飲みますもんね。であのまあ帰りのね、あの、太鼓とか送る送料だけを残してね、うんうんうん、2回の打ち上げでね、もうあっという間にぶっ飛んじゃったね。そのくらいもそんなもんですよ、楽しかった。でも、結構な人数ですね、でも、うん、そうそうそう、最近なんかエイサー見てたら人数少ないですもんね、昔に比べると。なんか少なくなって、うん、そんな感じがする。あのやっぱり少子化の影響もあるし、あ、そっか、あの、うん、そういうのかなり出てきてるよ、いろんな地域で。寂しいですね、うんうん、でもね、沖縄の風物詩だからね、夏のお盆の、お盆、夏、ね、全島エイサー祭りとかさ、すごい盛り上がるもんね、ビアフェスタ、ビアフェスタとね、ライブとね、まあ、沖縄祭りがいっぱいあるからいいよね。そうですね、楽しいね、ね、1年通してね、もう毎週末祭りがあるじゃん。先週のね、シーポート、チャタンカーニバルと、手だこ祭りと、うんうんうん、あと、女祭り、女祭り、はいはい、この3つが、うん、あの重なってたんだけど、重なってたね、まあ、この間もね、そういう祭りの話してるときに、うんうん、はいはいはい、やっぱりこう、重なってた方がいいわけよ。一曲集中しなくて、分散するから、ただでさえ大渋滞するのにさ、確かに、なるほどね、だからあえてね、この北と南とかさ、あの同じ日に分けて、やった方がいいんだよね。だから先週もちょうどいい感じだったんじゃないかな、ジャタンとかも。そうですね、いいでしょ、このライブ感、あのヘリコプター、ね、おかえりっていう感じで、おかえりさっきからね、もう、ね、何機も飛んでますけど、めっちゃ近いじゃん、今日近いね、ね、こんな感じで、はい、お送りしてます。多分、まあ、見てる定点カメラはもう、はい、映してないから、分かんないかもしれないけど、うん、音だけは映ってるかな、音はしっかり拾ってる、ね、しっかり拾ってると思います。そうよね、いいですね、こんだけ大きい音だね。気持ちいい。最近はあれですか、ユミさんの活動としてはどんな感じですか。はい、最近はですね、はい、私6月にディスカバーメイクプロスクールっていうのを開校しまして、一応学長なんです。うわ、かっこいい、かっこいい。もうなんかもう口が曲がりそうなんですよ。いやいや、学長、自分でも学長って言って恥ずかしくて、そのうちも定着してくるから、ね、そう、今でも少人数で始めたくて、一、うんうん、人で教える。でもメイクを中心なんですけれども、うん、でも私ビューティーケアリストって名乗ってて、はい、メイクアップアーティストって名乗ってないんですよ、はいはい、仕事的にはメイクの仕事なんだけれども、うん、アートの、うん、私がやるのはアートのメイクじゃなくて、本当に心を元気にするとか、あ、そっか、前回も言ってましたね、自分に自信をこう持てるようになるとか、うん、そういう、うん、まあ、内面含めての外観をトータルの美をサポートするのがビューティーケアリストだと思ってるので、ってなると
メイクだけじゃダメなんですよね、うん、でメイクの技術はもちろん、うん、まあ、ほぼほぼ完璧、うん、臨機応変にできる人、うんうん、そして心に寄り添える人、うん、あ、これ大事ね、うん、大事だねこれね。でこうファッションもこうアドバイスできたり、うん、ヘアアレンジもちゃんとできたりとか、うん、あと立ち振る舞い、人前に出た時の、うん、こうグラスの持ち方だったりね、会釈、はいはい、の仕方だったり、こう立ち振る舞い、そういうのもやっぱり品格も大事だなっていうのが、そういうのも教えてるってことですか。そうなんです。これで自分入った方がいいかな。入る入った方がいいかなって今思います。はい、 OK です。でメイクは私が教えます、はい、なんだけど、うん、ファッション、カラー、うん、心理学、うん、ヘアアレンジ、あ、心理学も入る、うん、そう、この5つはもう現在も第一線で活躍している講師の先生をお招きして、メイクとは違う時間をこう、うんうんうん、レッスンの中に入れていってっていう感じで、もう本当にトータルで美を学ぶ、うん、こうスクールを今やってるんですよね。あ、すごいですね。そうだよね、美ってもう見た目の美だけじゃないもんね。うん、確かに、うん、いろんな、だから何ていうかな、もう極端に言えばね、顔はそんなに美人じゃなくても、うん、言葉遣いとか、うん、この接続が綺麗であれば、うん、美しいもんね、にじみ出るものがなんかありますからね、そういう人って、うん、もう雰囲気じゃないですか、うん、もう本当ににじみ出る、うん、その人がにじみ出る、ね、だからまずは自分を受け入れるっていう、うん、まあ、自分でいい、うん、自分のこの在り方でいいっていうことを認めることから今、うん、スクールの生徒さんはスタートしてもらってて、うんうんうん、あと自分を受け入れることができたら器が広がるから、うん、そうするとこれから出会っていくクライアントさんとかね、うん、お客様もちゃんとこう包んであげれる人になるし、うん、ほんで言葉もお勉強するので、うん、こうその人にこういう言葉をかけてあげると背中を押せるなっていう、うん、ね、この感覚で、うん、知識じゃなくて感覚で、あ、接せれる人を育てたいなと思って。でも確かに自分受け入れるって本当大事ですよね。そう、うん、自分を大事にできてないと人も大事にできないって言うけど、これ本当だなって思いますもん。なんか、確かに、あ、これでいいんだって思えること、あ、なんかまだまだとかもっともっととか、うんうん、なんかそうなりがちじゃない、まだ自分なんてとか、うん、もっとこうなってからとか、うんうんうん、そういうふうにみんな思いがちだけど、そうなんですよね、今の時点で今が最高だよっていう感じのことが分かれば、なんかどん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 もっといろいろね、あの輪も広がっていくし、人にかけてあげられる言葉が増えてくる、そうですよね。あのね、あの、うん、由美さんのフェイスブックね、やっぱり、うん、たまに見てると、うんうん、本当に素敵なね、しっていうか、うん、まあ、実体験から来てるこのそういう言葉だと思うけど、うん、ものすごいこの腑に落ちるわけよね、うん、落ち着くこの文章でさ、うん、この語りかけるようなこの内容なんだけど、はい、あ、もう前ね、出演いただいたときに、うん、まあ、そういうおばあちゃんからとか ね受け継いだものとか、ね、うん、そういったものがあるって言ったけど、うん、やっぱそういう、なんていうかな、もう家庭での教育とか、うん、そのおばあちゃんの影響とか、そういったのもやっぱ結構やっぱ出てくるんだろうね、うん、ね、確かに個性が、がとしてね、多分そう、私もし5歳までおじいとおばに育てられなかったら、うん、今の私じゃないと思うんですよ。あの時父と母は19と20歳だったので、うんうん、19と20歳に育てられた私と、うんうんうん、現実は、うん、おじいとおばに大宜味村で育てられた私と、うん、絶対に変わってただろうなっていう、うん、今の私は多分若い父ちゃん母ちゃんに育てられると今の私はいなかったかも、うんうんうん、感性がなんかおばあなわけ、うんうん、おばあみたいって言われるんですよ。いやいいじゃない、いや癒されますよね。いいことですよ。だから、あ、おばあかみたいな。
いや褒め言葉だと思うよ、うん、ね、うん、そういう風に落ち着くっていうことだよ ね、うん、ねだと思います。だって喋り方も本当になんか優しいし、うん、なんかうんおじいおばあって普通に言ってるこのおじいおばあっていうこの言葉もなんか自分泣きそうになりました。ゆうさんが言うと温かいんですよ、なんか言葉が、うん、やっぱ何か持ってますよ。そうなんだね、うん、そっか癒されますね。ありがとうございます。大宜味村で、うん、あの自然の中走り回ってたんだね、うん、そうなんですよ。大宜味村の鬼城下っていう鬼城下で、ね、そう芭蕉布で有名な、ね、うん、部落なんですけどね、うん、本当に大宜味村か。そうそう、田んぼがいっぱいで、はいはいはい、今は送られるかっていう、紫の花がね、4月から5月にかけて満開になるので、田んぼ一色もあの部落の中心の田んぼが全部紫になるわけ。すごい、今の時期ですか、うん、4月5月。あ、4月5月か、うんうん、そういうところでね、田んぼのあぜ道で、闘魚って言ったんですよ、昔。わかります？闘魚って。